知留史歴史民族資料館は愛知県知留史にある郷土資料館。知留史図書館に併設され1987年10月22日に開館した。前身は1978年開館の知留史郷土資料館。常設展示は知留神社と知留祭り、名所八橋、知留塾の3つをテーマとしている。前身は1978年開館の 地粒市郷土資料館。地粒市郷土資料館は、地粒市広見二丁目一番地にあり、法務局の建物を改装して開館した。地粒市の歴史や民族に関する資料を収集し、小中学生の社会科学習や市民の郷土学習に利用されていたが、収集資料の増大、建物の老朽化などが理由で新館の建設が要望された。 知留市は資料館と図書館が一体となった施設の建設を計画し、1987年10月22日に知留市図書館に併設する形で知留市歴史民族資料館が開館した。歴史民族資料館の入り口敷地面積は4950平方メートル、建築面積は658.11平方メートル、延べ床面積は1140.48、 警報メートル。歴史民俗資料館の入り口は、東海道池、小井船宿の入り口にあった軌道を模したものである。10月22日から11月22日まで、開館記念展示として、三河、岐阜、新州、群馬の人形を集めた、文楽人形展を行い、また、人間国宝の四代目、大江美之助の人形制作過程の写真パネルや、実物の人形を展示した。 11月3日には開館記念イベントとして文楽、からくり民族芸能祭を行った。1988年10月4日から11月6日まで、開館1周年記念特別展として、地流の生んだ政治家自由民権運動の闘志、内藤ロイチを行った。ありがとうございます。